はい、皆さん毎度でございます。今日はね、その自作ストーブトランギアを超えられますか第2弾でございます。前回作ったこれが 500ml の水をお湯に沸かすのに8分かかりました。このトランギアのアルコールストーブは6分で沸きました、着火から。今回買ってきたのはデン、これ同じ塗料用の缶で小さいやつ、これがな1/5リットル、これが1/12リットルっていう一番小さいやつ。同じ熱量で温めるんなら小さい方がよく温まるんじゃないかということで缶を小さくしてみた。この缶を小さくしてみてどうなるか。それとヒートパイプ、これ前回このヒートパイプ、これ5パイの銅管で作ったんやけど、パイプが太い方が熱移動量かなも多くなるんじゃないかっていうことで、ディン、6パイを買ってきましたよ。6パイの銅管に5パイを丸めるのに14炭酸電池を品にしたんやけど、ちょっと小さすぎて丸めるのしんどいんやな。6パイにしたっていうこともあって、ちょっと品にする丸がええのなかったから、これ塩ビのパイプのやつかな、ジョイントみたいなやつ、内径16のパイプをこうジョイントでつなぐみたいな塩ビパイプのやつの、これ外径が29あります。これを品にホイールを作りたいと思います。それとジェット口やね、ジェットに出てくる穴の径、この前 0.8 やったんやけど、細い方がいいんじゃないかということで 0.5 を買ってきました。細い穴でもうちょっと穴数を増やしたいっていう目的かな。前回ウィッグにしたハンダスイートリア網線、これ使えるんちゃうかということで、ハンダスイートリア線ウィッグに使います。今回用意したのはこんだけかな。前回のこの形としてはこれと同じものを作ろうと思ってるから、コイルの部分の展開鏡が今回、この径も大きくなるということで、235、ここの U の字の部分、102、パイプを切っていきます。そしたらこの2本焼きなましてきます。焼きなましはカットします。ちょっとボコボコなったんやけど、今回はこれ穴開けんの、穴開けポンチで開けてみました。ブリキやしね、穴開けポンチで穴開きました。ちょっとへにょってなってるけど問題ない。これ穴開けたよと。
これ 0.5 の穴を4つ開けましたと。完成ですと。よし、とりあえず燃焼試験だわ。ちょっとアルコールを入れてみるべか。ちょっと入れすぎか。結構入れたな。なんで俺こんな入れてもったんやろ。よし、だら、まあ、ちょっと振って、ついてるで。どうなの。前みたいに簡単につけへん。お、4つついた。あ、消えた。マジか。なんでやの。え、なんで消えんのこれ。おそらくこのジェットの穴が少なすぎるねんな。穴が少ないからゴーって言う前に噴出量が多くてボッって消えちゃう、消えちゃうみたいやな。っていうことは穴を増やしてあげよう。まだちょっとあれか。予備がいるな。予備燃料をつけて、ポッ。でも、ちょっと月が悪いから、はじめに、ちょっとアルコールを垂らしますと。いいよ。これ危ないな。よーい、スタート。来たで。音は来た。音は来たけど、どうやろな。お、なんかめっちゃ速いかもしれん。めっちゃ速い。もうブツブツ来てる。これ速すぎやろ。これちょっと攻防すぎるんじゃん。これやばい、これやばい。ちょっと待って。来た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 。ちょっとガス欠かと思ったけど違うわ。これは何やねんやろ、このすげえ炎は。わ、これちょっと強烈すぎるんじゃん。これガス欠かと思ったけどガス欠じゃないみたい。見てこの炎、ヒュボーっていうのがなくなったで。あ、これもう6分どころの騒ぎじゃないわ。この炎を見て、これやばない？映ってるんかな、これ。これやばいっしょ。ちょっと、家の中でやってるのが怖いわ。
これも沸騰って言うてもええんちゃうかな。もうちょい、もっとボコボコ。お、だいたい4分40秒ぐらいで沸騰でございますわ。っていうかこれあかんやつちゃうか。きい、あきい、怖かったもん、ゴーって。これが取れてるわ。4分40秒やな。これで沸騰やろ。これ4分40秒です。暗く、よし、こんな、拭いたら消えたと。